皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田聖徳こと聖徳です。さて、このチャンネルは運を高めて豊かな人生を送るための内容を発信いたします。よければチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、手相について、特に皆さんがもしかしたら気になってらっしゃるかもしれません、宝くじ運について、あるいは臨時収入について、現れてくるであろうサイン、これを4つほどお届けしたいと考えております。棚からぼた餅っていうですね、思いもかけない幸運なんてあるはずないよって思っている人も、多いはずです。私もどちらかというとそっち方面の人間です。でも予想だにしない金運に恵まれるタイミングっていうのは人生の中で必ずあるんですね。もうこれ必ずあります。それに気づくことができたら、なんというか心の準備っていうのもできますよね。そこで今回は臨時収入、そして宝くじ運がある時に現れる手相のサインについて皆さんにご紹介できればと思います。で、まずやっぱり気にしないといけないところどこかなって言ったら、運命線なんですね。運命線、運命線っていうのはやっぱりその人の運命が、運命が刻まれてくるところですから、運命線ってどこかって言ったらですね、ここですね。ここが運命線で、この運命線の起点、一番最初のこの起点が生命線の内側に入ってらっしゃる、近づいてるとかね、この生命線の内側から運命線が伸びちゃってる、これは身内の方から大きな金銭的援助があるということを意味します。生命線の内側から伸びてくる手相、運命線が伸びてくる手相は身内からの金銭的な支援、あるいは、例えばですね、番号を選ぶタイプの宝くじに身内の方の大事な人の誕生日を数字として入れたりする、そうすることでお金が入ってくるっていう、そうです、サインです。もちろんお小遣いもらったりとかですね、何か困った時にお金の工面をしてくれたりもする、こういうサインでもあります。なのでタイミングをしっかり見計らっておくということが大事ですよね。あと運命線がですね、生命線の下、運命線ですよ、生命線の下を通過する場合は親の恩恵が得られる、運命線が生命線の下を通過するよっていう場合は親の恩恵で、中央付近、生命線が運命線の真ん中付近を通過するときは旦那様だったり奥様だったりパートナーからの恩恵を受けるというそうです。はいね、ちょっと確認しながら見てみてください。で、やっぱり大事なこと、それは恩恵を受けられるっていうことは恩をくださる方がいるってこと、ご家族、パートナー、そういった人を日頃から大事にする、大切にするという気持ちを持つことですよね。それがこの相を生かすために何よりも大事なことだと私は思います。はい、ではお次に、これもまた運命線、やっぱり運命線大事なんですね。運命線のが、これが人差し指に向かってて、ここね、人差し指に運命線が向かってます。で、先端が星縄文がある、スターがあります。これはお金のチャンスがもうまさにやってこようとしているというサインです。運命線が人差し指の方に向かって、その先端が星状になっている方、スターがある方は、地位とかお金へのチャンス、嗅覚に非常に優れている状態になっているっていうことを意味します。かつ行動力があって動けるタイミングであるということも示しているんですね。ですので、なんだかこの売り場で買いたいぞ、なんか今日買うタイミングかもなっていうのをピンときたら即買いすることをお勧めします。で、ここぞっていう時にスピーディーにアクションを起こすことで自力で
臨時収入、そして宝くじ運、こういったものをゲットできるということなんですね。ただあまりにも、まあ、これが出てるということでガツガツしすぎるのはよろしくなくて、ふと見た時に出てた、あ、じゃあ買おうかな、これぐらいのふわっとした感覚でリラックスして購入をするっていうのが一番ベストです。当てに行こうとかっていう気持ちじゃなくて、ふと見た時に現れてるぞ、じゃあ今日だな、じゃあ今だな、じゃあここかな、こんな風に思えた時、これが購入のベストタイミングだというところですね。はい、そして次に小指ですね。小指の下にくっきりと金運線が出ている、この下ですね、小指の下に線がくっきり出ている、これ金運線と言います。これはお金に困っていてもどんどん湧いてくるという嬉しいサインです。見渡さないでください、金運線です。小指の付け根に3センチ以内ですかね、だいたいはっきりと明確に金運線が刻まれている手相のサイン、もし現れてきたら、もうその名前の通りお金に困ることなく七夕的な臨時収入、そして宝くじ、こういったものに恵まれるというサインです。で、何の気なしに買ったですね、スクラッチなんかで大金が当たったり、何の気なしに買った、投資番号の10枚で当たったり、何の気なしに選んだ、番号、これを、注文して購入し、オーダーして購入したら当たったり、まあ、こんなのが起きる前兆ですね。ただし気をつけてほしいのは、ギャンブル運が強いわけではないんです。あくまで臨時収入とくじ運です。なのでパチンコとか競馬とか、こういったもので増やそうってするのは NG、 ダメですよ。あくまでくじですからね。懸賞運も悪くないです。そこだけ気をつけておいてください。そして最後、太陽線と希望線、太陽線と希望線ですね。太陽線ここです、薬指のところ。そして希望線はここ、親指、生命線から伸びているところ、だからここですね。太陽線と希望線、これが両方ツインで出てる場合はやばいですよ。はい、もう思わぬ臨時収入が転がってくる。しかも額が結構でかい。手のひらから薬指の付け根に向かう太陽線と、そしてこの生命線から伸びる希望線。太陽線は周囲からの評価とか人気とか名声を意味する線です。そして生命線上から伸びている希望線、これは夢が叶う前触れであったりとか、生活が向上することを示します。そのためこの線が両方ともダブルで手に刻まれてるってなかなかないと思うんですけど、サインとして。でもこれが刻まれた時はもう有無を言わさず買ってみてください、宝くじを、ね、たくさん買わなくていいですよ、大丈夫ですよ、うん。で、もう予想外の臨時収入がやっぱり起きる、恵まれるというサインなの で、しかもね、これに金運線、さっき言った金運線が出てたらもうやばいですね。もうトリプルくじ運線、3つ全部揃ってるってことです、ね、希望線、太陽線、そして金運線ですね。なのでそれがもう出ていたら、もう有無を言わさず買うタイミングが来たよということを天が示しているということですね。お金に関してはもう言うことなしの最強の手相だと言えます。はい。で、臨時収入とかね、宝くじのお金、当選金、こういったものが入ると予想していないだけにとても嬉しいですよね。だけど忘れないでほしいこと一つあります。高額当選者というのは幸せになってない確率が高いということ。欧米なんかでもそうなんですよね。意外とパーッと使ってしまったり手元に残らなかったりする、これだけだったらいいんです。自己破産したり借金抱えたりしてるんですよ。原因は自分自身の金銭感覚が上がりすぎてしまって元に戻れなくなったっていうことです。もう一つは自分が当たったということを周囲に吹聴してしまって、たくさんの人から借りられた、
まあ、たかられたっていうんですか、これも原因。そして自分の身の丈に合ったお金の使い方ができなくなった、この3つですね。中には命を失っている人もいます。宝くじがあるいは臨時収入がやってくることがただ純粋にシンプルに幸せかっていうと、そうではないということなんですね。で、入ってきた時こそやっぱり心を引き締める、財布の紐を引き締めるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんです。ことわざで悪戦身につかずというものがあります。宝くじがね、当たったりする、これは素晴らしく嬉しいことだと思うんですけど、大事なのは人の心、人間の心としてのお金の使い方なんですよね。私も実は宝くじ買ってます。なぜかというと、これはお金を得るためではなくて、どういうふうにすると当たるのかっていうことを、その統計的に見るために買っているというところです。まあ、もし万が一当たったら、お寺の増改築をするなり、世間様に使うなり考えてはいますけども、やっぱり当て方っていうのは確かにあるのかなっていうふうに買ってみて思うところはあります。でも大事なことは当たった後のこと、そして当たった後にこんなに素敵で楽しい、いいことをしよう、こんなに素敵な生き方をしよう、こういうふうに妄想、想像、空想していると意外と当たったりするものでもある。これが人生の面白いところかなと思いますね。はい、なので、当てることだけに集中してしまわないように、当たった後のことを考えながらワクワクする、うん、夢を買う、そういうやっぱり発想って大事だと思いますよ。すいません、ちょっと上から目線で余計なことでした、ごめんなさい。ということで今回は、くじ運、臨時収入に恵まれる際についてお話しさせていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。良きことがさんさんと降り注ぎますように。